武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学の教育学部文系の2016年の入試について話していきたいと思います。入試の傾向の変化に関しては、2016年に関しては大きな傾向の変化はありませんでした。なので、それぞれの対策、科目ごとに話していきたいと思います。はい、まずは英語ですが、大問5つの構成で、長文が4題、会話が1題ということで、まあ、ほぼ全て長文で構成されて、もちろん長文の中に文法問題とかも入ったりはするんですけれども、読解問題が非常に多いという構成になっています。で、一個一個の長文はそこまで長いわけではないので、そこは総計レベルの長文がしっかり読める力がついていれば十分対応はできるんですが、まあ、その中で、正確に読むという練習をしっかりやっておいて、それぞれの長文全部内容を抑えて読解が当てられるという状況を作るということが重要になってきます。まあ、どうしてもその長文の重要度っていうのが、上がる形式とはなっていますので、まあ、こちらで対応できないとですね、もう大幅に点数を落としてしまいますので、まあ、基本的にやはり、中心としてなってやっていくのはポレポレ、などですね、を使って、まあ、要は時間かければちゃんと読めるよっていう状況に持ってって、そこから選択肢などをちゃんと吟味して、ここまで読まないと当たらないんだなってところを理解して、まあ、その後最終的に答え当たるところまでやっていくという練習を心がけてください。で、会話についても会話が割と長めです。通常の会話問題の中で言うとですね。なのでその会話の中でちゃんと内容を抑えて、会話の流れを追っていくという練習をしっかりやるように心がけましょう。はい、続いて国語ですが、国語はですね、結構その現代文がですね、文章の難易度が高めなのプラスその選択肢が結構設問が長いっていうところがあって、その選択肢読むのにも割と時間がかかるという点に注意が必要です。で、古文漢文に関してはまあ早稲田レベルの他の学部も含めて過去問片っ端からちゃんとやってて、まあ、戦えるレベルであれば十分対応できるであろうという問題ではありますので、まあ、基本的に古文漢文をできるだけ負担かけずに終わらせられるようにして、その分余った時間を現代文をじっくり読んで、まあ、選択肢も含めてしっかり丁寧にやっていくっていうことに、まあ、時間をかけていった方がいいかなというふうに思います。で、まあ、こういう選択肢が長い問題っていうのはだんだんその集中力が特に落ちてくる後半になるとですね、割と先入観から読んでしまう傾向っていうのは結構強くなってきやすいので、頻繁に本文に戻るっていう意識をちゃんと持って、まあ、対策していくように心がけてみてください。はい、続いて、日本史、社会ですね、社会の中で日本史についてですが、日本史に関しては、まあ、資料、ですね、まず資料と、まあ、写真、など、まあ、そっちの方の意味の資料、まあ、どっちもですね、歴史の史の方の資料もそうだし、資料集などの資料の方もそうなんですけども、どっちも結構知識が、いるような問題となっています。で、問題そのものの難易度は割と、オーソドックスな問題が多く、早稲田レベルの問題集ちゃんと仕上げてれば、まあ、十分対応できるかなという問題ではあるんですが、まあ、総合力、講義系だったりとか、今言ったような資料集、まあ、両方の資料集ですね、をちゃんと押さえて、問題解けるように心がけていきましょう。続いて世界史ですが、世界史はちょっと正誤問題と、まあ、選択問題が多くですね、まあ、ややこしい部分とかの、ちゃんと見極めができてるかなとか、まあ、時代だったりその出来事の整理がちゃんとできてるかなっていうところ、このあたりが非常に重要ですね。なので特にその時代とか出来事の順番あたりがちゃんと整理できてない人は年号など、やり直すなどして、しっかり、入れておきましょう。で、まあ、曖昧な知識があるとどうしてもその選択問題が多い分引っかかりやすくはなってしまいますので、正確な知識を持つようにってことですね。重要ワードと、その答え、関連ワードっていうのをちゃんと結びつけて覚える、重要だからっていうだけで覚えてるんじゃなくて、どう重要なのかってことも含めて考えて覚えていくようにしてください。はい、で続いて、地理、になりますが、地理に関しては、まあ、そもそも受けられる学部自体がちょっと少ないっていう点、もあって、まあ、問題集、まあ、実力をつけるなど、プラス、まあ、ここの過去問を徹底的にやり込むという形に、なるかなというふうには、思うんですが、問題の難易度としては、まあ、一部難しいのがもちろん出てはいるんですけど、まあ、その地理の内容を幅広く全体内容をしっかり押さえていれば十分、対応できる問題かなというふうに、思います。例
なんか結構問題文が割と長い形にはなっているので、一つのテーマについて割と広く聞かれるという前提を持っておいた方がいいかなというふうに思います。まあ、なので出てきたテーマに関してはその問題の答えだけじゃなくて周辺内容もしっかり調べてですね、過去問をやるごとに過去問よりも若干詳しく復習するという習慣をつけておくといいかなというふうに思います。はい、最後に政治経済ですが、政治経済こちら難易度に関してはとりあえず設問の文章がかなり長い構成となっているので、これを結構読む練習をしていかないと厳しいかなというふうに思います。で、設問そのものはまあ時事問題で、そこと絡めた問題で一部難しい問題が、出てるかなというふうには、思いますが、まあ教科書内容をしっかり押さえて、まあ、そこから発展した内容を、順次、身につけるようにしていけば対応できるかなというふうには思います。ただここはや先ほども言ったように問題文が長くなる以上、そこを読み取る力っていうのがどうしても必要になってきますので、そこも意識してやれるようにしていってください。以上が早稲田大学教育学部の文系の対策となります。